ところで、自分の車って乗るじゃないですか、まあ、当然ね。なんでこんなに落ち着くというかね、安心感みたいなのがあるんですかね。結構乗るたびにいつも不思議に思うんですよね。なんでしょうね、自分の部屋みたいな感覚になるからなんですかね。まあ、人によってはあれじゃないですか、自分の車だけじゃなくって、例えば会社の車だったりとかね、まあレンタカーだったりとか、まあいろいろパターンはあると思うんですけど、自分の車以外の車に乗るってこともあると思うんですよね。それもまあ短時間じゃなくって、ある程度まとまった期間でね、まあ、例えば私の場合だと、まあ社用車がそもそもうちの会社ないんであれですけど、まあ、ないわけでもないか、なんだっけ、例えばこう車検に出した時の代車の車とかね、だとまあ数日間は乗るわけじゃないですか。でもまあ最初のうちは当然、自分の車じゃないんで、なんか落ち着かない感じありますけど、だんだんこう運転とかもこう慣れちゃうと、まあ、落ち着いてきても良さそうなもんじゃないですか。でもなんかこの自分の車のようなこの落ち着き感って出ないですよね。まあそこまで長い時間にね、自分の車以外の車に乗ってるわけじゃないんで分かんないですけど、なんでしょうね、この安心感というか落ち着く感じね。やっぱりちょっとどっか行くってなった時も、まあ、例えばうちの場合は社用車がないんで、会社がね、なんで社用車用意してねえんだっていつも疑問に思いますけど、まあ、例えばちょっとね、別の出先の機関のところに、まあ、お客さんのところですけどとかね、まあ、自分の会社の違う拠点とかにちょっと行こうってなった時に、自分の車でってなった時の方が、こうなんか落ち着いて移動ができるというか、安心して移動ができるっていうかね、なんかそういうところありますよね。同じ移動するにしても、なんか車用車で行くのと自分の車で行くっていうのだと、この落ち着き感が全く違うじゃないですか。この落ち着き感っていうのがどっから出てくるのかなと思ってね、ちょっと今ふと思ったんでこういう動画撮ってるんですけど、やっぱりなんかもうすでに自分の体の一部みたいな感覚になってるからなんですかね。乗るとね、うん、車から降りてしまえばそういうこと関係なくなっちゃうじゃないですか。ただ乗ってるってなると、やっぱりこう自分の車に乗った時に、この感じれる一体感、こうハンドルを握った時に、生まれる一体感っていうところに、まあ、落ち着きだったり安心感っていうのをこう持ってるんですかね。まあそこも、その安心感とか落ち着き感が、まあ、イコールで、まあ、要するに愛着っていう部分になってくるのかもしれないですよね。まあ、快適、まあ、快適は快適ですしね、やっぱり自分の部屋感覚だからっていうのが大きいのかな。別に何かね、飾り付けしたりとかって、もちろんそんなことしてるわけじゃないんで、まあ好きな人はね、なんか物置いたりとかなんかいろいろするのかもしれないですけど、私の場合はなんかそういう物を置いたりとかってあんま好きじゃないんで、全然そういうことはしないですけど、なのでこの愛車っていう表現あるじゃないですか。この愛車っていう表現がまさにそれを表してるって感じですよね。こうめでたくなるっていうね、めでたくなる、めでたくなるっていうね、発音がよくわかんないですけど、まあ、さらにそういう空間であるからこそ、こうさらに走るっていうことが
相乗効果っていうのかな、さらにこう上乗せされるっていうのかな、こう楽しみがねっていうところもあるかもしれないですよね。もちろんこう純粋にこう運転することが楽しい車で、自分の車じゃない車に、乗ってね、でそういう走りを楽しむっていう車でドライブ走りを楽しむっていうのもそれは楽しいことだと思いますけど、そこにはこう自分の車ならではのこの落ち着いた感じっていうのは多分出ないと思うんですよね。まあそういうのがあのない楽しみ方っていうのはもちろんありだと思うんですけど、まあ自分の場合はどっちかっていうと、まあ、自分の車をこうめでてってこう深さを増していくみたいな方向に行きたいなとは思いますよね。なんか楽しい車って、まあ、人によるかもしれないですけどたくさんあるじゃないですか。そういう車にね、いろいろとこうどんどん乗ってって、こう走りを楽しむっていう、そこいうところにこのなんだろう楽しみを見出していくっていうのであれば、また話はあの違うと思うんですけどね。私の場合とは、まあ、違うパターンっていうことになるかと思うんですけど、まあ、私の場合は、まあ、それはそれでまあありだとは思うんですけど、どちらかというと、まあ、自分がこう欲しいと思った車買って、その上でその車を、自分なりに楽しんでいくっていうね、なんかそういう広がる方向じゃなくって、まあ、広がりももちろんないわけじゃないですけど、深さ方向に主にウェイトを置いたこうドライブの楽しみ方っていうのを、まあ、してるので、まあ、それはねこれまでの動画をあの見ていただいた方であれば、まあ、そういう楽しみ方してるんだなっていうのはなんとなく分かっていただけるとは思うんですけどね、まあ、YouTube 的には多分その前者の方、あのいろんな車楽しいと言われてる車にどんどん乗ってって、なんかそれについての話をするみたいな動画の方がまあ受けはいいのかもしれないですけどね。でもなんかそういう楽しみ方ってなんかものすごく表面的なところの楽しみでしかないような気もしてて、ドライブを楽しむっていうのは、まあ、そういうことじゃないんじゃないかなって気もするんですよね。まあ、車にはそれぞれあの個性みたいなものもあって違いがあるじゃないですか。そういうところを理解した上で車と対話しながら、よりこうどうやってその車と走りを楽しんでいくのかっていうところを深めていくっていうところの方が、まあ、私個人的にはそのドライブっていうものを本当に楽しんでいくっていうやり方なんじゃないかなっていう気もしてるんで、まあそれをただひたすらあの続けてるっていうだけなんですけどね。何の話したっけそうそうそう、落ち着き感ね、もうすぐ脱線するから、もうこの落ち着き感は本当どっから来るんですかね。どこ行くにしても自分の車ってなっただけで、このなんだろう安心感が全く違いますもんね。